家を断捨離してキャンピングカーで日本一周、バンライフ中のガタガタ方法、ガッちゃんとむっちゃんです。はい、今回はあってよかった装備5選をご紹介します。はい、まずは FF ヒーターね。これはね、冬には寒がりな僕にはとても嬉しい。嬉しいでしょ、だって嬉しいもうね、FF ヒーターがあったからこそ東北の雪まつり巡りができたし、うん、マイナス10度、うん、でもストレスなく生活できたでしょ。いや、ていうかね、多分ね、風邪ひいてる。うちね、風邪じゃ収まんなかった気がする。マイナス10度慣れしてない。だってマイナス気温をさ、うん、関東で慣れてない人間がさ、突然さ、マイナス10度の雪国に行ってるわけだから。そうだね。マイナス10って想像できなかったよね。意味が分かんなかった。うん。なので、FF ヒーター様々でございます。本当に。後からつけた装備なんですけど、うん、本当にありがたい。うん、つけてよかったっていう。でね。うん、もしかしたら本当なかったら大げさじゃなくて風でダウンしてたと思う。ね、本当そうだよね。うちも、うんうん、だからやっぱ我慢して風邪ひくよりも我慢しないで、ちょっと贅沢だけども本当にあってよかった、うん、FF ヒーターです、うん、しかもね、あの FF ヒーターの、供給元が、うん、普通の車のエンジンのガソリンタンクと同じタンクから引っ張ってこれるというね、うん、とてもありがたい機構を追加していただいたんで本当に良かったと思っております。で、まあね、ちょっと FF ヒーターは使わないだろう夏の間も定期的なメンテナンスは必要なんですけれども、うん、まあガちゃんが面倒見てくれてるのでメンテナンスこまめにやってくれてるので、ね、うん、まあ、私もその癖がついてるっていうのもあって、そろそろ FF ヒーター掃除の日だよとか、うんうんうん、そんな感じで、そうですね、うん、はい、メンテナンスは必要だけど冬には大活躍してくれるアイテムです、はい、そうです。はい、お次はマックスファンね。マックスファン本当ちょっとねついてなかった装備だったんだよね、実はね。で、ちょっとかっこいいじゃない、憧れてる名前からしてね、まあ、マックスファンとか、うん、ファンタスティックファンとか、あ、そう、ね、なんかいろいろ種類があるらしいんですけども、はい、まあ、換気扇、車の換気扇、はい、これはやっぱりあるからこそ夏もストレス軽減になるし、基本的には車内でご飯にしてるので調理した時の煙とか匂いとか、うん、そうなんだよね、うん、あってよかった。本当に緊急事態の時もあるもんね。ちょっと俺おなら、あっとか言っておならしちゃって、ちょっとごめん臭いから自分で開けるみたいなね。そんとね、そんな些細なことなんだけど、音が静かなに自虐ネタ？いや違う、マックスファンってなんか響きがかっこいいじゃんって言ってて、褒めたのにおならで思ったこれが。いやいやいや、いや、この前だって本当に使ったじゃん、そんな感じで。うん、割と活躍してます。割と活躍してます、本当に。冷蔵庫、はい、冷蔵庫はなければ、うん、なかなか食べるものには苦労するね。そうね、うん、もしついてなかったとしても多分ポータブルの冷蔵庫とかを買わなければいけなかったんじゃないかなというふうには思っています、うん、もちろん、据え置き型、もともと据え置きって言えばいいの、もともとついている内蔵式の冷蔵庫だからすごい重宝もしているけれども、やっぱりそういうのがないと、どっかで買い、お買い物をしました。あと、お土産物をいただきましたとか、お土産を逆に皆さんに会うために買っときましたとか言った時にも、日持ちするのってね、結構、乾物だったらまだしもね、うん、やっぱ美味しいのって考えると、なかなか冷蔵庫で保存できないと難しいものが多いし、うん。うん、冷蔵庫に関しては、うん、他にバンライフしてる方がおっしゃるにはやっぱり冷蔵庫が備え付けの冷蔵庫がないから、あ、ないのかやっぱ、うん、やっぱクーラーボックスに2日に一遍氷を買ってとか、あ、はいはい、そもそももうクーラーボックスにスーパーの氷あるでしょ、ああいうのでもう1日だけ
持つ食材の量しか買い物しないって、その代わりやっぱ毎日買い物をしてるっていう話も聞いたりしました。そうなんだ、うん、だからやっぱキャンピングカーで冷蔵庫がついてるから、うん、他のバンライフしてらっしゃる方に比べたらやっぱ贅沢だけど快適に毎日本当にキャンピングカーでバンライフできてるのかなって思います。うそうだね、うん、次はトイレ。はい、トイレ様々ですね。うん、 FF ヒーターはまあ寒い時期しか使わないけど、トイレは季節問わず昼夜問わずぐらいで使ってるので、ほんとトイレ様々です。まあトイレがねついていないと、もともとこのゆーちゃんを選んでいなかったのもあるし、やっぱりトイレを安心できてからこそ、まあ、むっちゃんとのこの日本一周はどうしても腎臓に少し負担がかかってしまっているので、安心してね、うん、旅ができているというところの根底にもなる装備ですよね、はい、うん、本当にありがたい装備です、うんうん、で私最初はバンコンに憧れてたんですけど、うんうん、バンコンでトイレがある車体っていうのがほぼほぼゼロに等しくて、でまあまあサイズ的に無理なのかなってなんとなく納得はしたんだけれども、その次にじゃあキャブコンを見てみようってなった時に驚いたのが、キャブコンってこれだけ大きいから全車体にトイレが乗ってるものかと思ったんです、装備として。あ、はいはい、そう。でも意外とトイレがない車両ばっかりで、そうだね、いわゆるオプションになっちゃってんだよね。そう、うん、だから本当にね、たまたまゆうちゃんと出会ってトイレもあるっていう車両、うん、本当偶然の出会いっていう感じで、そうだよね、うん、重宝してる装備です、はい、ありがたいです。で今までご紹介した装備、まあトイレはあれかもしれないけど、うん、ほとんどのもの、電気を使っています。はい、その電気を支えてくれているのがサブバッテリーね。ここにもちょっと出てきますけど、オプティマイエローという、ね、出力が強いものにも耐えられるっていう、回数も耐える力が強いよっていうのを、あのこの車を作ってくれたビルダーさんの社長さんがおすすめしてくれて、オプティマイエローというのを、3つ入れています。ほんとこのねオプティマイエローが頑張ってくれてるおかげで、うん、生活の根底が成り立っているというところなので、はい、本当にありがたい装備です。コニケンさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。結局ね必要なものって、まあ、トイレは別だけど、熱を今あるものを熱を変えるもの、う、ね、うんうんうん、例えば冷蔵庫だったりとか、うん、マックスワンもね、あのあったか熱くなった空気を外に出したりとかするわけじゃない、うん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 、自分の体温を守るための必要な装備の一つなのかなっていう気がしましたね。そうだね、うん、でもやっぱこれがあったからこそ、あるからこそ、うん、家がなくて、うん、家に戻ることなくバンライフがリアルにできちゃってるっていうのがやっぱ強みかなって思いますね。そうだね、うん、でそれを支えてくれてるサブバッテリーというところもやっぱね、はい、大事なんだなっていうところでございます。はい、いかがだったでしょうか。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。まあ、キャンピングカーを購入して、はい、なくても困らない装備5つ。はい、今日は使わない、なくても困らない、でもでもね、はい、なくては困らない、なくても困らない、そう、ね、なくても困らない装備5選を行います。